片山折り返し走り込んで清武丸橋強烈0対2丸橋の強烈ゴール素晴らしいゴールです強烈な弾丸シュートでした丸橋ところは、まあ、お互いのストレートは若干見えますよね、さあここがチャンスに進むのは清水エスパルス伊藤が持ち上がって、そしていいところにパスが出た金子のシュートだった先制清水エスパルス1対0 J1 リーグ大会初戦先制点を挙げたのは金子翔太まだ2年将来期待されてる選手ですからね抜けてきました1ミビッグチャンス1ミかわしてシュートさあ追いつきましたよ横浜 FC 1対1ちょっとワンフェイクしてですね右足のアウトサイドで相手の逆を取ってそこに流し込んだと思いますね、はい、レアンドロ・ペレイラ前を向いている振り向きません青山から川辺スルーパスシュートだ浅野が決めました J1 初ゴールを神戸相手に叩き込んだ浅野川辺選手横パスからここの川辺選手のラストパススルーパス浅野選手うまく逆をつきましたよねワントップトップ下であれば変わるかなと思ったんですけれどもなかなかね攻撃の良いところが出てましたね入れ替わって長谷川2対0、追加点フロンターレ家永のパスが素晴らしかったですね、まず大外まで見えてた感じですね、はい、まあ本当にコントロールからのシュートも見事ですし、はい、いや素晴らしいゴールですね、これは